で、サッカーの場合はプレーすることも大事だけど、なんで今そのプレーをしているのかっていうのをいつも考えながら、日本代表になった OB たちが日本全国の子どもたちに言ってることは、考えながらサッカーやってくださいっていうことをいつも言います。僕も言います。だからいつも頭でね、しっかり考えてプレーするっていうことをみんな癖になってね、覚えておいてください。 OK ですか？はい。ちょっとね、体を動かしたいのでみんな立ってくれる？ゴールを止めるときに、ここに止めたら何でもできるっていうポイントをみんなに探してくれって言ったよね。シュートを打つときの角度、ゴールはできるだけ利き足の前に、利き足が上手くなったら左足使えばいいから。だけど1日では上手くならないですよ。いつもいつも毎日毎日の積み重ねで一つずつ成長していって、将来プロになったり日本代表になったり、多分できる子が何人か出てくると思います。今日せっかくみんなと一緒になったんでね、将来で日本を背負うような、日本代表になったり J リーガーになったり、海外で活躍する選手がこの中から出てくることを僕は祈ってます。これからも頑張ってください。今日はありがとう。お疲れ。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうぞ。頑張れよ。いや、降りてます。